こんにちは、達郎です。今回は、ダークトーンの、パープル系のカラーをやっていきたいと思います。このくらいのベースだと、暗いパープルでもしっかりと入れるので、ちょっとそこら辺のレシピと塗り方について解説していきたいと思います。はい、今回はカラー剤はグレイアッシュとバイオレットのロフトーンを使っていただいています。で、こういう紙質で綺麗にバイオレットを出すためにはある程度塗り分けが必要になってくるので、ここからここまでは普通のカラーになって、ここからの半分から下はハイライトとか、ブリーチが混ざってる感じです。バイオレット系も含めてなんですけど、同じワンタッチでいっちゃうと、どうしてもこっちの方にバイオレットが入りすぎて毛先が入りづらくなることがあるので、中間から根元から中間まではバイオレットとアッシュ、バイオレットメインで3対1で塗っていきます。で、毛先のここから先の部分はバイオレットメインの塗っていきたいと思います。そうすることによって毛先のシャンプーした時に毛先がどうしても絶対流れ落ちるので、毛先を絶対濃くしても綺麗にワントーンに仕上がるので、ちょっとそこをやっていきたいと思います。最初に中間から塗っていきます。はい、中間まで塗り分けが終わりました。今はブリーチの手前まで塗っている状態ですね。で、ここから先はちょっとカラー剤を足して塗っていきたいと思います。はい、余ってる薬に対して2倍入れていきます。はい、ここから毛先塗っていきたいと思います。はい、終わりました。こんな風に、カラー剤の調合と塗り分け次第で、綺麗な統一感のあるカラーがアップデートするように